モンサントはかつて存在したアメリカの他国籍のバイオ化学メーカー。2018年6月、バイエルによる買収・吸収が完了し、モンサントの企業名は消滅した。食用作物に噴霧されるモンサントの除草剤。2004年早春。1901年、ミズーリ州セントルイスにジョンカイクイーニーにより創業。 モンサントという社名は妻のオルガモンサントに由来する。1920年代頃から硫酸、ポリエンカビフェニルなどの化学薬品の製造で業績を上げ、1940年代からはプラスチックや合成繊維のメーカーとしても著名となった。本社の存在するセントルイスには世界屈指の規模を誇る水売り植物園があるが、モンサント社はここのハーバリウムの建設に、 多額の寄付をしていることでも知られている。同社を有名にした商品の一つは、ポリエンカビフェニルであり、アロクロールの商品名で、独占的に製造販売した。日本では、三菱化成との合弁式会社であった三菱、モンサント火星が、ポリエンカビフェニル製造メーカーの一つであった。また、農薬のメーカーとしても著名で、ベトナム戦争で使われた枯葉剤の製造メーカーでも、ある。 この枯れ葉剤には不純物として、ダイオキシン類が含まれており、後に問題となった。除草剤ラウンドアップを開発し、近年では、ラウンドアップに耐性を持つ、様々な遺伝子組み換え作物を育種して、セットで販売している。その他、有性不燃や病害中抵抗性やストレス、抵抗性や、成分改変の様々な組み換え品種も開発している。 モンサント社の遺伝子組み換え作物の強引なシェア、核保証法に対して欧州を中心に問題となっている。そのため、農業分野における、米国の世界支配を支える企業という批判の的となることがある。なお、初代ラウンドアップの有効成分、グリホサートイソプロピルアミンジオは、すでに特許が執行しているため、グリホといったセカンドソースが、 世界各国で生産され、日本にも輸入され、販売されている。2005年の売上高は62億ドル、2008年の売上高は110億ドル、遺伝子組み換え作物の種の世界シェアは90%であった。研究費などで、ロックフェラー財団の援助を受けていた。バイオ科学メーカーとしては、世界屈指の規模と成長性を誇り、ビジネスウィーク氏が選ぶ2008年の世界で、 最も影響力がある10社にも選ばれたウエストバージニア州ニトロの工場1973年9月モンサントの株価とダウ平均株価2000年から2010年常日のように遺伝子組み換え作物に力を入れている企業である多くの種苗会社のほか新たな遺伝子組み換え品種や技術を開発した企業を吸収したりそれらの企業に 資本参加している。自社の開発した遺伝子組み換え作物の種子を販売するにあたり、次回作には自家採取したものを利用しないとの契約を栽培農家との間で結んでいることが多い。そのため、その契約に違反して遺伝子組み換え作物の種子を自家採取し、以後の作付けに利用した農家に対して、知的財産権侵害として多くの訴訟を起こしたことから注目を集め、 一定の批判を受ける事態が生じた。また、いわゆる、ターミネーター遺伝子を組み込んだ組み替え品種を開発した企業を買収した。ターミネーター遺伝子及び、ターミネーター技術とは、遺伝子組み替え作物に欠実した種子を発芽できなく、するものであり、農家による遺伝子組み替え作物の自家採取を無効にしたり、 遺伝子組み換え作物による遺伝子の拡散や遺伝子汚染を防ぐために開発されたものである。しかし、この技術の倫理性に疑問が投げかけられたために、これを用いた種子の流通はまだ行われていない。発展途上国の農民が同社の遺伝子組み換え作物の種子に頼りきりになった場合、品種特性の多様性の低さによる病虫害や、品種と栽培地帯とのミスマッチ。 種子の値段の高さから、かえって農民が困窮する場合があり得る。1999年に、世界第3位の綿花生産国インドに進出した、モンサントは、害虫に強く、収穫量取益を増やすという宣伝文句で、GMO の種子を販売し、2002年より、インドで原子組み替え綿が、一般補助で栽培されるようになった。ところがこの種子に組み込まれていた、 害虫駆除の遺伝子は、インドにいる害虫にはほとんど効果がなく、加えて2006年は、干ばつの影響もあって、綿花栽培農家は打撃を受けた。インドに限らず、干ばつや環境変化により、世界中で被害が出ているという非難もある。しかし、一方では、実際には、害虫抵抗性綿の方が、経済的な利益が多いという報告もある。 さらに国際アグリバイオ事業団の調査によると、現在では、インドの各地方に適した様々な遺伝子組み換え品種が開発されており、インドにおいて2008年には、綿花栽培面積の80%が、2009年には87%が BT 綿になっている。2009年には560万人の小農が BT 綿をインドで栽培している。 遺伝子組み替え綿を導入する以前と比較すると、綿花栽培に使用される農薬使用量の大幅な減少と単位面積あたりの収量の大幅な増加が報告されている。ラウンドアップの化学構造式ラウンドアップの風船広告。2010年6月、ドイツニーダーアザク選手。ラウンドアップの有効成分であるグリホサートは非選択性除草剤であり、 農作物も雑草も無差別に枯らす性質を持っている。遺伝子操作により、ラウンドアップに耐性を有する遺伝子組み換え作物の種子の大豆、トウモロコシ、菜種、また、天才、アルファルファ等をセットで販売している。米国科学アカデミーの全米研究評議会は、ラウンドアップの過剰な散布により、世界中で少なくとも383種類の雑草が ラウンドアップに耐性を持つように進化しており、除草剤耐性遺伝子組み換え作物の採用の際に、農民は、毒性の強い除草剤から安全性の高い、ラウンドアップに切り替えたが、ラウンドアップ耐性雑草の広がりによっては、ラウンドアップより強い毒性を持つ除草剤が必要となり、そのためにラウンドアップを使用している、世界中の現代農業が利得を損なう状況が予測され、 このような事態の防止に努めなければならないという研究を発表した。2012年現在、アメリカでは多剤耐性雑草の出現と蔓延が危惧される中、ラウンドアップに加えて複数の除草剤を同時使用する農家が増えており、種子もそれに合わせて多剤に耐性を持つ遺伝子組み換え作物が開発されてきている。企業の欲望であるモンサントの悪魔の種子。 二千十二年一月、ハワイ州マウイ島。有害と考えられている GM 食品や発ガン性の疑われているラウンドアップに対し、環境活動家たちはモンサタン、ミュータントなどと批判している。民間療法と有機栽培を強力に推奨し、遺伝子組み換え作物を拒否している団体であったナチュラルソサイティはモンサント社の遺伝子組み換え作物やラウンドアップなどが、 人間の健康と環境の両方を脅かすとし、モンサント社を2011年最悪の企業に認定した。1996年、ニューヨークで、モンサントのグリホサート製品のラウンドアップ除草剤に、関し、ラウンドアップが生分解性で土壌に蓄積されません。安全で人や環境への有害な影響を引き起こすことはありませんといった一連の安全性に関する。 広告が虚偽かつ誤解を招く広告と判決された。フランスの最高裁は、ラウンドアップの主な成分のグリホサートは、欧州連合が環境に危険だと分類しているため争われていた。裁判で生分解性できれいな土壌を残すという広告を虚偽広告と判決した。映画、書籍、音楽、ありがとうございます。